主語って。はい、つ <noise> み<楽>、あき。今日は主語を深掘りしてみましょう。英語の文章は主語動詞から始まる。これは徹底ですね。じゃあ、主語に来るものはどんなものがあるのか。今日はその例を心ずつご紹介しますので、主語を理解してみましょう。主語を見つめてみましょう。っていうことですね。はい、では大事なことをおさらいします。 英文というのは語文形と飾り言葉からできています。これは徹底ですね。はい。語文形って何ですか ?sb, sbc, svo, svoo, s b o c という英文の5つの形ですね。おうちの形が5つあるということですね。そしてそれを4要素、4つの柱で作ります。s と b。 C、それから O ですね。はい。この5つのお家の形を4要素で4つの柱で作るというイメージですね。はい。この5文系、まだ理解されてない方は、解説動画下に載せておきますので、この年末年始で、あ、この年始か、年始で理解するといいですね。はい。では、5文系と飾り言葉で英文はできてますよと。それからもう一つ、各パーツに入る品詞。品詞っていうのは言葉の種類ですね。名詞なのか、動詞なのか、形容詞なのか、副詞なのかが、 決まっているということですね。なのでまとめますと、英語というのは文の配置が決まってるんですね。その文の形は5文形といって SB から始まる5つの形がありますよということですね。そして各パーツにどんな品種が入るのかあらかじめ決まっているので、それを意識しながら英文を作る練習をしていくとぐっと上手くなるわけですね。はい。では今日は主語に注目してみましょう。 主語っていうのは subject と言うんですね。なのでこの頭の文字 S を取っていつも SB とかって言ってるわけですよね。じゃ主語になる品種は名詞なんですね。もうこれもきっちりもう理解しましょうね。名詞なんです。以上なんですね。はい。じゃあどんなものが主語に来るのかっていう例をね、えー、お出ししておきます。単純に一語で名詞だったらわかりやすいんだけど、そうじゃない時もあるからですね。まず一番目、普通に名詞ですね。こんな例文。My mother calls me every night. 私のお母さんは電話しますよ、私に。毎晩という文章ですね。はい、my mother、私の母ですね。mother が名詞ですよね。主語ですね。これはわかりやすいですね。はい、call、電話するという動詞です。calls と S ついてるのは、主語が三人称単数だからですね。三単元、三人称単数、現在のルールですね。主語が愛でもなく、言うでもなく、他の誰か一人か一つが主語に来たとき、動詞に S をつけるというルールですね。 はい。こう、人で人に電話するという意味になりますね。はい。SVO 文系です。この me はこうの対象物になってますよね。私に電話するのですね。はい。で、この every night のところは飾り言葉になります。この二つでセットで複式ですね。くっていうのは二語以上の単語の塊で一つの品種を表すものですね。every night で塊で毎晩となるわけですね。毎晩電話するにかかりますよね。 えー、飾り言葉っていうのはなくても文章は成り立ち、成り立ち,り立ちますね。語文形はこの SBO です。これに飾りがつくことで彩りが豊かになっているということになりますね。では次、主語に来るものは代名詞もありますね。 結局は名詞と一緒です。代わりに使う名詞ってことですね。本当はお名前があるはずなんだけど、代わりに使う名詞ですね。例えば、死、彼女ですね。これも本当は彼女のお名前があるんですよね。お名前があるんだけど、もうお話の中に出てきていたり、もうあらかじめわかってる人の場合、she というふうに代用できるわけですよね。She gives me a present on my birthday. me my a on 彼女はくれるよと。 私にくれるよ。プレゼントをくれるよ。私の誕生日に。ということですね。はい。これ SBOO 文系ですね。はい。主語が代名詞、名詞ですね。はい。gives。この S がついているのも三人称単数、現在のルールです。はい。me。目的語1個目。A、present。目的語2個目ですね。give。こういう与える系の意味の動詞は、を2つ取れるんですね。はい。この SBO を取る動詞はたくさんあるんだけど、SBOO を取る動詞は数が限られています。 基本的に意味が、あげる系の動詞ですね。give とか、tell.tell は伝える。情報を伝えるから相手にあげるものですよね。あとは show 見せる。これも見せるものが相手に渡りますよね。えー、そんな感じ。なので、与える系の動詞になりますね。はい。私にあげる。プレゼントあげるよ。そして、on my birthday。ここは飾り言葉で福祉縮です。 えー、副詞っていうのは飾りで使うんですけれども、一語であるなら副詞を一語で置くんですが、ない場合はこうやって二語以上の単語のセットで作るわけですね。はい。そしてそのセットでよく作る、使うのが前置詞ですね。前置詞と名詞のセットで副詞を作ります。my birthday だけだったら私の誕生日っていう名詞なんだけど、on my birthday にすることで私の誕生日にっていう副詞になるわけですね。私の誕生日にくれるにかかるわけですよね。はい、こんな感じです。 では次、疑問文ですね。Who gives me a present on my birthday? 誰がくれるのかと。私にプレゼントを。私の誕生日に。はい、この、who っていう疑問詞ですね。疑問詞も品詞があるんですよね。who は疑問代名詞になりますので、こうやって主語になれるわけですよね。はい、では次、which ですね。which も疑問代名詞があるので、主語になります。which is larger, Canada or China どっちの方がより大きいですかと。 カナダか中国ということですね。はい、large、大きいという形容詞、語尾の部分を er の形にすると、比較になるから、どっちの方が大きいですかより大きいですかっていうことになるわけですね。はい、このように疑問詞もちゃんと品詞がありますので、who や which は疑問代名詞に当たるので、主語になれますよということになるわけですね。では次に、主語に形容詞が来るパターンですね。これはちょっと特殊で、 t h ラス形容詞で使います。この時は総称を言う時ですね。普通形容詞単体では主語にはなれないんですよね。主語は名詞なので。なのだ,だけど、t h ラス形容詞で総称を表す場合があります。こんな感じ。the rich grow richer and the poor grow poorer。意味としては、お金持ちは grow 育つと、よりお金持ちにね、よりお金持ちになるということですね。そして the poor、貧しい人たちは grow p o o r より貧しくなると言ってるわけですね。はい、この the rich, the poor っていうところは、p プラス形容詞なんですよね。これで総称、ね、お金持ちの人、貧しい人っていう総称を表してるわけですね。はい、こんな感じで使うこともありますね。この真ん中の and は接続詞なんですね。同じ種類のものを接続するので、前の文章と後ろの文章を接続してるわけですね。 はい。では次、4番。分子ですね。主語が分子になることもあります。分子っていうのは、現在分子と過去分子があるんですが、ここ過去分子ですね。はい。受け身系の形容詞ということです。これもだと一緒に使って、だプラス過去分子で名詞になるんですね。unexpected。Une expect っていうのは予期する、予想するっていう動詞なんですけど、ED がついて受け身系になると、expected だったら予想されたっていう状態になるんですね。 そして、あんだから否定になるから予想されてないってことですね。で、だがつくと名詞になって予期されてないこと、予想されてないこと、予期せぬことが happened、起こったっていうことになるわけですね。はい。だプラスこの過去分子形の形容詞で名詞になるというパターンもありますよっていうことですね。はい。happened のこの ED は過去形ですね。 はい。他にも5番。同名詞ですね。同名詞っていうのは、もともと動詞のものに、ing をつけると名詞になれるんですね。なので、主語に入れるわけです。こんな文章。exercising is good for health。運動することはいいよ。健康に。っていうことになりますね。はい。e x e r c i s e e x e r c i s e って名詞もあるんですけど、e x e r c i s e って運動するっていう動詞がありますので、ing をつけますね。e を取って、ing つけて、exercising とすると、 運動することっていう名詞になるんですね。はい、それが good だよと for health。ここも福祉区、健康のためにということになるわけですね。このように動詞に ing をつけると名詞になれるんですね。動詞が名詞になるから動名詞って呼んでるんですけど、名詞に変わることで主語に入れるわけですよね。次は同じく動名詞なんですが、仮の主語が来るパターンの動名詞ですね。こんな文章。It was nice meeting you. どういう時に使うかっていうと、初めて会った人との別れ際ですね。お会いできてよかったです。みたいなフレーズになります。このイーワーの部分は省いて話すことも多いですね。一応ちゃんと言うと、イ s ワーズナイスミーティング o u この it はですね、仮の主語です。別に、あの、それってなんか前の話のことを指してるわけじゃなくて、指してるものは後ろのミーティング o u なんですね。あなたに会ったことですね。それがナイスだった。素晴らしかった。つまりお会いできてよかったです。って意味になるわけですね。 英語では主語があまり頭でっかちになるのが好きじゃないんですね。二語以上とかになると頭でっかちになるので、とりあえず it を置いておいて仮にですね。とりあえず言 a わず i c e って先に言って結論を早く言うわけです。とりあえずなんかわからないけど、ナイスなだったんだよねって先に言って、何がナイスだったのかっていうのを後ろに持ってくるわけ。新主語ですね。なので、このミーティング言が実際の主語になるわけですね。はい。なんで主語になれるのか。 動詞に ing がついて名詞になってるからということですね。ちょっと余談なんですが他にも it's nice to meet you っていう初めましての挨拶があると思うんですね。はい、その時は分解すると it's, it is ですね。nice to meet you ということで不定詞が来るんですね。to plus 動詞の原型ですね。これは初めて会った人との会った時に言う挨拶ですね。はじめましてっていう挨拶ですね。これに対して it was nice meeting you この ing の方は 別れ際に言う挨拶になりますので、ここはちょっと使い方がポイント違いますね。基本的に性質としてですね、同名詞は実際に今やってることとか、もう過去にやった経験があるものに使うんですね。だから別れ際に言うわけ、あったからですね、もうね。はい。で、不定詞っていうのは基本的に未来思考なので、これからやることに使うっていうのが基本の性質になりますね。またこれはおいおい不定詞と同名詞のところで深掘りしていけばいいと思います。では次に名詞になるパターンが不定詞ですね。 不定詞の中身は t p プラス動詞の原型になります。これも先ほどの同名詞と同じく動詞を名詞にできるやり方なんですね。こんな例文。It's a good idea to take a rest. 意味としては、take a rest。休みを取ることは、g o o d idea だよ。いい考えだよ。って言ってるわけですね。はい。この最初の一手も仮の主語なので、本当の主語は後ろの不定詞の部分。to take a rest。take a rest で休息を取るなんですね。to がつくことで、 休息を取ることっていうパッケージになるわけね。名詞になるから主語に入れるわけですね。休みを取ること、それがグライディアだよって言ってるわけですね。他にも7番、くですね。くっていうのは2語以上の単語の塊ですね。SV、主語同士がない塊のことです。こんな例文。through the wood is the best way。はい、この through the wood の部分が主語なんですね。はい、これ前置詞と名詞のセットで名詞句になっています。 w o o d は森ですね。森を抜けるのが the best way だよ。一番いい道だよって言ってるわけですね。はい。through は貫通を表す前置なんですけれども、森を抜けることが、その道が the best way だよっていうことになるわけですね。ここの through the wood の部分が詞句になってるわけですね。はい。では次、節。節っていうのは sv 主語動詞がある塊になります。こんな例文。what you did is important. あなたがやったこと、あなたがやった内容、あなたが何をやったのかが重要だよって言ってるわけですね。はい、この what you did, what to sb の部分で名詞説になっています。これでパッケージであなたが did した事柄、あなたがした内容ってことですね。あなたが何をやったのかした内容が重要だよって意味になるわけですね。 はい。こんな感じで、説になることで、名詞のパッケージが作れるわけですね。最後に引用語句ですね。これはセリフですね。セリフ自体が主語になるってことですね。例えばこんな感じ。ママ、come here was her first word. ママ、come here っていうこのセリフが彼女の最初の言葉だったっていうことですね。このセリフ自体がこの引用ですね。ちょんちょんっていうので挟まれてますよね。そのセリフ自体を主語にしているわけですね。 はい。では、まとめますと、今日は主語に入るのはどんな単語があるのかなっていうのを確認したんですね。9つの例がありました。いずれにしても、主語は名詞と決まっています。名詞がそのままあるならね、名詞や代名詞をそのまま使えばいいわけですね。でも、動詞を名詞に変えたいときは、この動名詞や不定詞を使っていくわけですね。あとは、2語以上の塊で名詞を作る場合は、 句になったり、節になったりするわけですね。あと一部、ね、えー、だと形容詞を使って名詞化するときもあるわけですね。この9つのパターンがあるよっていうのを押さえておいてください。はい。ではわかるまで何度も繰り返し見ていただいて、主語に親しんでみましょうね。Thank you for watching. See you next time. Bye.